ショールーム。すごいチョコレート降ってる。ありがとうございます。なんだこれは、なんかすごいね。お疲れちゃんです。そちんちこちんやりました。イエイ。明日寒いらしいですよ。すごい、めっちゃ降ってる、めっちゃ降ってる。明日寒いらしいですよ、めちゃくちゃ。雪降るのかな、関東。天気予報見てみよう。らしいですよ。愛知県は降らないっぽい。関東も言うて降らないのか。雪降るぐらい寒いよってだけかな。うん、そうそうそう。明日名古屋5度なんだ。服どうしよう。そう、服装に悩んでまして。なんか私服衣装っていう風でお仕事すること多いんですけど、その自分のお仕事服でお仕事することね、私服風衣装じゃない、私服衣装で多いんですけど、なんか今ほうね、収録して放送遅いもんだと2ヶ月後とかね、一月後とか、一月後ぐらいなら普通なんで、なんか季節感あるものというか、なんというか、ちょっと春服とかも着たいんですけど、寒すぎてニット、今日もニット着てるんですよ。ずっとニット着てる。そろそろさ、シャツにさ、ジーンズとかね着たいですけど、なかなかなんかうまくいかないですね。北海道の方はもう JR 運休なんだ。ひゃー。ヒートテックはもう毎日来てます。毎日ずっと来てる。年中無休ですよ。だからなんか本当だったらシアーシャツっていうんですか、中にキャミソールを着て着るようなシャツとか着たいなと思って、秋口に買ったものを撮ってあるんですけど、そまだそれ着たら寒いからさ、さすがにとか思って放置しております。なかなか着れない、着たいのに着れないことが多すぎて、うーってなってます。そうなのよ、爆弾低気圧ですよ。来てるらしいよ。もうそれで大荒れです、お天気。困っちゃうね。そう、出番はね来ないんですよ、洋服の。延々で家の中でももうモコモコのパジャマを着て生きてます。うん、そう。今日もなんか絶妙に低気圧感じてる。すごく絶妙に感じている。なんというか、どこか頭痛いじゃないけど重たいみたいな。あ、そう、あと花粉も飛んでるよね。もうピュッピュですよ、ピュッピュ。大変よね。でも私は今日はなんかコテ使ってて、ちょっと前にほんま久々にコテで火傷しちゃってどうしようってなってます。別に水ぶくれになるほどじゃないけど赤くて、うん、やっちゃったーってなってる。バンドエイド貼るかなーみたいな。うん、もうしんどいですわ。うん、どこじゃなくて手、コテ置いといてそれに当たっちゃって、あ、やらかしたってなりました。そうなのよ。大変ですわ。地味に。名古屋も雪降るかもなんですか。水ぶくれはね、塗ってないの。赤いだけ。見えるかな？赤いの。
それだけです。赤くなっちゃった。そう。普通にコテでね、じゅわって焼いちゃった。そう、あてってあって、すぐ冷やしたけどそんなことは関係ないかったですね。そう、水道でジャーって流して、その後に保冷剤つけて。根性焼きじゃないよ、根性ないもん、そんな根性なんてない。やっちまいました。バンドエイド貼っとこうか、なんか紫外線当てるのが良くないってのは聞いたんで、とりあえずちょっとバンドエイドでも貼っとこうかなって思ってますね。よいしょ。え、明日名古屋も雪降るかもなの。電車とか止まんないといいですね、皆さん。気をつけましょうね。ちょっといろいろなんか遅れちゃったりとかして。はあ。まあとはならないでしょ。え、オロナインあるはあるんですけど。もう去年開けたやつとかなんだけど大丈夫かな、オロナイン。そんなやばくない、やばい、ずっと使ってないけどなんか家にあるやつ、チューブのやつ。なんかああいう塗り薬系の開けたやつっていつがいいんだろうって思っちゃう。目薬とか短いじゃない。オロナインって大丈夫？チューブだから箱とかないのよ。まあまあまあ書いてあると信じてちょっと見てみようと思います。それも見てないぐらいもう触ってないから。いいかな。未開封で3年か、開封しちゃってるよ、もうパッパーよ。全然使い終わらないから、ああいうのって。バユとかも使うんですけど、ちょくちょく乾燥で使い切らんもん。ね、至る所に塗らないと。あとね、ケチャップも最近捨てちゃいました、使い切れなくて。なんかマイヤーって普通サイズ買っちゃって、そしたらもうそうケチャップは使い切れなくてポイしてしまいました。あー、瓶のオロナイン大きいね。そう、ファンデーションとかね、お化粧品もなかなか使い終わらないし。そうそうなんですよ、一人だと難しいね。私が今一番食べたいもの、焼肉行きたいな。焼肉なんでとかじゃなくて、もう焼肉が食べたい。ただそれだけです。無性に焼肉食べたい時とかありません？それです。ね、タンとハラミと、あとなんだろうな、トントロとサガリとか食べたいな。で、ビビンバ食べたいな、石焼きの。
無性に食べたいの。一人焼肉？カウンターあるところならいけると思う、全然。いけるいける。やっぱあれかな、おお、すごいいろんな部位が流れてくる。そう、なんか焼肉全然一人でも、だからご飯一人全然平気。ただなんか4人のテーブルに1人とかは寂しいから、カウンター席とか2人席に1人はもう余裕余裕余裕っす。かなとは思います。なんか肘ついてるから耳たぶが触りやすい位置にあるんですよ。ステーキ食べに行かないけど、あ、でもいきなりステーキとか行くと思う。でもまあ基本は全然ご飯一人平気です。美味しいものは美味しいからね。ふく耳良くないの。でも耳たぶちっちゃいんですよ。てか耳がちっちゃくて、自分基本的に耳大きくなんないかなとは常日頃思ってます。そう、だからあの美容室とか行くとカラーの時に耳にこうビニールをかぶせてもらうのあるんですけど、ゴムでこうなっててカポって、でもそれが取れちゃうんで、それが不便ですね基本。だから美容師さんがいつも付け替えてくれたり、途中で取れちゃったりしてあってなるんで、大きくなんないかなって思ってます。取れちゃうの。こう耳ちっちゃいのよ。でも服とかじゃなくても耳自体がちっちゃくて、そうから、大きく耳自体が大きく、一回もう一回り大きくなってくれないかなって思います。そうだから、ピアスとかもあの耳たぶがある程度大きさがある人なら3箇所こう開けれるんですけど、私は絶対無理で、3連が耳たぶちっちゃいからって感じですね。なんかこの辺とかもね可愛いなと思うんですけど、ちょっと耳がちっちゃいのであんまりなんか可愛い感じにならないなと思って、そうなんか開けようにももうなんか場所限られてるんですよ。ここの辺とかも開けれないの。開けうまいこと、多分耳ちっちゃくて端すぎて、この辺がもうちょい大きくなってほしいなと思う。そう、この辺可愛いけどね、なんかの空き時間に空きようとして結局時間なくてやめちゃったんですけど、全然ピアス自体開けることにはあんまり何もないかな。今の子開けてる子多いしね、一般の子でも普通に開けてるから、ここは開いてるんですけど、っていうかもうとっくにかれこれ4年ぐらい、こっちの軟骨はちっちゃいな自分と思って、なんかベスポジがなくて開けてない。いや、イヤーカフとかね引っかかんないんですよ、うまいこと。ちっちゃくて引っかかるところがないから、なんか自分がつけたい位置に引っかかってくれなくて、薄いし
そう、なかなかですね。いやでも福耳でもまあお金はね関係ないですから、自分の努力さ。なんないかな とは思います。ピアス、そう、ピアス可愛いなと思います。新規は埋まってないです。すごい、いろんなこと言うね。ね、毎日引っ張ってさ、耳たぶじゃなくて耳自体大きくなったらちょっと伝説になれるかな。ピアスかわいいねは空耳しすぎじゃない、みんな ピアスはかわいいよ。うん、これからもうちのかわいいピアスをよろしくお願いします。じゃあそろそろ明日はもう終わりにしよっかな。ごめんね、今日本当に短くて、ちょっと明日のお仕事のお勉強があるので、すいません、失礼させていただきます。そうなんです、ちょっと時間が早かったりもあるので、すいません。またね、おやすみ。すいません、本当に短くて。頑張ってきますので、雪降りませんようにって思いながら今日は終わりたいと思います。いいお天気でありますように。スニーカー外に干したいから、雪が降りませんようにというお願いです じゃあまたね、おやすみなさい。またおしゃべりしましょう。なんかフラッとやりに来ますね。じゃあね、一瞬だったけどありがとう。おやすみー。